火の国は木の葉隠れの里、そこに里の長穂影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし人界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、人界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔族だと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、人界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。そうね、引っぺがしてやる。あの手を引っつぶす。それで終わりだ。そううまくいくか。よってこい。よってこい。待っていた。すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。眠くなったら眠る。そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手を借りて眠るなんて、まっぴらごめんなんだよ。やはり強いな。ボス、ずっと引っかかっていた。引っかかっていたの？まだ勝てないと思うが、ヤツの術と俺のカムイは同じものか。なんだと？もし勝てぬとき、ヤツが同じ術なら、それを作り出すことになってしまう。さあ、頼む。ヤツで勝負で自分を応援しているのか。てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣。よし、カムイ。
もらったってばよ。なんだ、影分身か。限界のようだな、カカシ。まだだ、ビジューの番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか、さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は